共和国議会議事堂1985年、ポルトガル議会選挙は、ポルトガル共和国の立法府である共和国議会を構成する議員を選出するため、1985年10月6日に行われた選挙である。1983年の総選挙で発足したマリオ・ソアレスを主犯とする社会党と社会民主党の連立政権は、1985年6月、 労働や農業問題、次期大統領選挙に関する両党協議が不調に、終わり、PSD が政権から閣僚を引き上げたことで崩壊した。そして同年7月12日に共和国議会が解散したことを受け、10月6日に議会選挙の投票が行われた。選挙の結果、全政権が推進した経済政策に対する国民の不満を集めることに成功した。 PSD が第1党に躍進し、PS は前回議席を大幅に下回る惨敗を喫した。しかし、PSD は第1党になったとはいえ、過半数を確保するには至らなかったため、第5党の CDS と連立政権を組んだ。選挙後の11月6日、PSD のアニーバル・カバコ・シルバを主犯とする内閣が発足した。他党の結果では、 アントニオ・エアネス大統領の支持者が選挙直前に結成した PRD がポルトガル共産党を中心とする APU を上回って第三党となった。国立国会図書館政治議会課憲法室、庭野和弘、諸外国の会員の選挙制度資料マイナス、国立国会図書館、CLAIR リポートの274、ポルトガルの地方自治自治体国際化協会。 4から5ページ各政党の得票率は有効得票と白票、無効票を合計したものを100として計算したものである。ポルトガル共産党とポルトガル民主運動による選挙連合。議席を得ることができなかった政党及び連合は6つ。ありがとうございます。